こんばんは、桐生です。フラットです。ここです。歴史はエンターテイメント。かしまし歴史チャンネルへようそ成長著しい金剛君と同じでね、よりともと子の長男の万寿君もね、うん、あれよあれよという間に元服して、よりえぎだって。今回なんかもうこのままでできてましたからね。もうね。 成長が著しすぎてなんかもうついていけないあの顔のままなのに子供できてるしみたいな <laughs> そ,そんな人ね多かったと思います <laughs> そんな皆様のために今日は頼家,家なんですがドラマのね23回の「藤野の巻狩り」の時は1193年なんで、まあ、12歳。 だったんですが、その次の回ね、大姫が亡くなった時は、まあ1197年なので、この時は16歳になってたんですね。あずま鏡ってね、あの、金剛君、北条義時の息子のね方の原服は非常に詳しく書いてあるのに、この万寿君、頼家の方の原服の記録がないんですよ。うんうん そういえば金剛君の方もいつの間にかね北条頼時になってましたねなんかオープニングのね名前のなんか役名のとこだけで元服したの分からせるっていうあれはありなんですかね <laughs> まあまあそれは置いといて「東鏡」に記述がないので、まあ、頼家がいつ元服したのか実は分かっていないんですよね。 一応、1195年に上落した時、頼家も天皇に配列しているので、原服もしてない人間が天皇に配列はできないだろうから、この頃には原服してただろうと考えられているだけで、はっきりそうだって分かってるわけではないんですね。大姫が亡くなった1197年には、十五位の下、宇古の江言の少将っていうのに任命されているので、この時には絶対原服してたとは思います。 どうしてね、こんな原服の年にこだわるのかって言うと、大体当時、名のある家の男の子って、原服するとすぐ妻をもらうことが多かったんですよ。なので、原服した都市がわかると、大体この結婚した年も推定しやすいんですよね。でも、このよりは原服した都市がわからないので、このいつ結婚したのかっていうのもわからないんですね。 ただ、1198年に長男の一万、今回で、ね、頼朝がこう抱くのをね、嫌がっていた赤ん坊がいましたよね。あの子がまあ一万なんですけど、この1198年にその一万が生まれているので、1198年より前に結婚したのは確かです。うん、前年のね、うこの絵のゴの少々に除任されたあたりで結婚したんじゃないのかなと思ったりもするんですけどね。 この一番のお母さんというのは若さのつぼねと言います。ドラマでは説っていう名前になってましたけど、うん、比企義和の娘です。 一万が生まれた翌年の1199年に、頼朝が亡くなって、頼家が二代目の鎌倉殿になるんですが、その次の年、1200年に、頼家の次男にあたる苦行。最近ではね、工業っていう読み方が正しいんじゃないかって言われてて、なんか私が習った時は苦行だったんですけどね、今回は最新である工業の方にしていきましょうか。その工業が生まれています。 この工業のお母さんなんですが、吾妻鏡には、鴨重長の娘の辻殿という女性だったと書かれています。なんかドラマではね、辻って呼ばれていた女性ですね。うん ただ、工業のお母さんは辻殿じゃなくて、一万のお母さんと同じ若さのつぼねだっていう説や、三浦義隅の娘なんじゃないかっていう説もあるんですけど、まあ私の東鏡が書いている通り、辻殿でいいんじゃないかなと思っています。理由はね、1203年に四季の乱点が起こった時に、一番が殺されてるんですけど、工業は殺されていないから、ね。 ね、工業の母がもし若さの局ならその時一緒に殺されていると思うので母親は比企士の人間じゃなかったというふうに考えていますこの「一万と引きの乱」っていうのとそれからまあ工業についてはねドラマでもね描かれるはずなのでその時に詳しくお話しすることにしてとりあえずまあ一万と工業以外の頼家の子供の話をしたいと思います、えー、ちょっとね経図を見てください頼家の妻は3人いますさっきも話しました比企能員の娘の若さの局 それから、加茂しげの娘の辻殿。で、もう一人が、翔官、通称、一本坊というお坊さんの娘で、この女性はちょっと女房名もわかっていないんですけども、まあ、三人いるわけです。 でこの3人のうちじゃあ誰が正妻なのかって話なんですが鴨重長の妻が源のためとも八幡太郎ためともって言ってね、まあ、頼朝のおじさんにあたる人ですねこのためともの血を引いていると言われていてそうだとするとその娘の辻の,のは源氏の血を引いているわけなのでそれを知った頼朝が頼家の正妻にしたと言われています。 ただね、後により家の後を誰が継ぐのかってこう揉めた時に、辻殿の息子の工業の名前が全く上がっていないので、正妻はひょっとしたら若さのつぼねの方だったんじゃないかっていう説もあって、正直どっちかわかりません。<laughs> ただね、召喚の娘が側室だったっていうのは間違いありません。でもって、子供の方は若さのつぼねが産んだのが長男の一万、さっきね、出てた赤ん坊ですね、と、それから長女の竹の御所。 この竹の御所のお母さんも実は諸説あるんですが、彼女のお墓がね、比企一族の屋敷跡に今もあるので、多分比企一族の若さの壺が産んだんだろうと思います。で、この辻殿が産んだのが工業で、召喚の娘っていうのが産んだのが善業と栄実っていう男の子。 ね、善行もね。ちょっとお母さんが辻殿じゃないかっていう説もあるんですけど、私はちょっと理由は後で話しますけど、召喚の娘だと思っております。とりあえずはこんな感じで、より家の妻は3人、子供は男の子4人と女の子1人の合計5人となります。どうでしょう？お分かりいただけましたでしょうか？なんとなく分かりました。<laughs> 理解しました。<laughs> でね。まあ、あの、さっきも言った、その、危機の乱で亡くなる長男の一万と、それから三代目の鎌倉殿である、源の実朝を暗殺した公行のことは別の動画でお話しするとして、残ったね、三人の子供の話なんですが、まず、善行ね。この子は、1204年にお父さんの頼家が亡くなった後、出家して、京都の仁和寺に入ります。生まれた年がちょっとわからないんで、年齢ははっきりしないんですけど、まあ、どっちにしても、1歳とかね、2歳ぐらいの幼児 だったことは間違いありませんで1219年に公業の実友暗殺事件というのが起こった時にこの善行も加担したんじゃないかって疑われるんですが一応ねこの時はちょっと取り調べはされるんだけど放免されるんですよ。ところがなぜか翌年京都の東山付近で殺されちゃう。 誰が殺したんですかうーん実はねこの事件も結構謎でね誰が殺したとかどうして殺したとかちょっとよく分かっていないんですねただ善行のお母さんが召喚の娘だって私はまあ思ってるって言ったと思うんですけど、うん、この女性が頼家の死後三浦兼義と再婚している。 三浦種吉っていうのは、あの、三浦吉村の弟で、京でケビン氏をやっていた人なんですね。なので、この善行の母親から、この再婚相手の三浦種吉を通して、いろいろ除名のためのアクションがあったんだけど、それがうまくいかなくて、で、だからちょっとこう、インターバルがね、一年ほど空いて、殺されちゃったんじゃないのかと思うわけなんですね。 で、それとね、あとね、三浦種吉とこのお兄さんの三浦吉村って、善行の死の翌年に起こった上級の乱で敵味方に分かれて対立してるんですよね。その対立の原因というのが、この善行の処分をめぐって何かあったんじゃないかとも言われているので、だからこの辺もね、ドラマで描かれるのかどうかちょっとわからないんですけど、期待したいところではあります。 長官の娘が産んだもう一人の男の子の英実なんですが、この人はね、1201年の生まれで、より家が亡くなった時4歳、まあ実年齢だと3歳でした。より家の死後は、終わりの国の御家人に育てられていたらしいんですが、この頃の名前はね、まだ妖名で、千住丸とか千種丸とかって呼ばれていたよね。 ところがこの千住丸君、1213年に、信濃の国で、泉近平っていう御家人が起こした、反北条氏の反乱に、旗印として担ぎ出されちゃうんですよ。 この時ね、千磁丸くんはまだ13歳ですからね、自分からこう反乱を持ちかけたとは考えにくいので、泉近平に、本当だったら三代目鎌倉殿は、より姫様のお子であるあなた様がなっていたはずですとかなんとかね、まあうまいこと言われて、担ぎ出されたんじゃないかなと思います。で、この泉近平の反乱自体は事前にバレてしまって、泉近平が蓄電、逃げてね、姿をくらませちゃうんですけど、千磁丸の方は、政子の命令で出家させられます。 あの京都に建仁寺ってお寺すごい立派なお寺があるんですけどあのお寺の快祖である永宰この人の弟子になったのでこの時から千住丸くんは永実っていう名前になるんですねところがね出家して京都での生活を始めたのも束の間翌年、と実は14歳の若さで命を落としてしまい どうして実はね、その前に和田合戦って言って、鎌倉でかなり大規模な反乱が起こったんですけど、その反乱を起こして鎮圧された和田市の残党っていうのが、京都の六原、つまり鎌倉幕府の京都の出先機関ですね。これを襲撃しようっていう計画を立てたんですが、その対象にまたしても英実が担ぎ出され。 それがばれちゃったもんで、実はこの一あ辺りにね、潜伏してたんですが、そこへこの幕府の追っ手が迫ったために、ら命を絶ったという,わけな,んですもうなんかね、こう気の毒としか言いようのない生涯ですよね。なんか自分の考えじゃないのに、毎回そんな風に担ぎ出されて、すごい不幸な人だったんですね。 そうなんですよねちょっとこの頼家の男の子たち息子たちの方は結構不幸な生涯をね送った人ばっかりなんですけどねそういうわけでその唯一残りました頼家の子供の行為って。 娘の方の竹の御所のお話をしたいと思うんですけど、この人はね、1202年の生まれなので、比企の乱で母親の若さの坪根と一族が殺された時、まだ赤ん坊だったんですね。で、まあ赤ん坊だし、女の子だしね、比企の乱では殺されなかったようなんですが、その時の記録はないんですよね。多分、比企の乱の後、祖母である政子に育てられたんじゃないかなと思います。というのも、この竹の御所が15歳の時に政子の命令で三代目鎌倉 殿の実朝の正妻奥さんである某門信子の勇士養女みたいなもんですねになっているからあとねこのさっきも言ったみたいに頼家の息子たちってこういろいろ政治的なことに巻き込まれて次々と命を落とすんですけどそんな時も彼女には追及の手が伸びていないので、まあ、やっぱり政子の庇護のもとにあったんじゃないかなと思います。まあ、1225 1230 5年年そそののの子も亡くなってしまうんですがその5年後の 彼女は四代目鎌倉殿である藤原の頼常の正妻になります。この時、竹野御所は29歳、頼常は13歳でした、ね。年の差16歳の超姉さん女房でございます。 このね、四代目の鎌倉殿である藤原の頼常っていうのは、あの、佐友の死後2歳でね、今日から連れてこられた三虎ちゃんなんですけども、彼はね、頼朝の妹のひ孫っていう人間なんで、まあ、頼朝の血を引くとは言っても、かなり薄い関係なんですよね。 だからこそ、頼朝の孫であり、唯一直径の血を引く竹野御所が、四代目の鎌倉殿に嫁いで、彼女が産んだ子供が五代目の鎌倉殿になることで、この頼朝、つまり初代鎌倉殿の血脈が守られるっていうふうに、鎌倉の人たちは考えたようなんです。だからね、そうなっていたら、万々歳、バタバタなんですけどね。 その言い方だと、ダメになった、離婚したんですかああ、離婚だったらまだ良かったんですけどね、あの、このね、四代目の鎌倉殿である藤原の頼常と竹野御所って、まあ、年こそ離れていましたけど、すごく仲は良かったんですね。で、結婚してから4年後、竹野御所が解任しましてね、おめでたです。もう鎌倉中、大喜びですよ。次期将軍となる男の子ってこう、みんなが期待に盛り上がってたんですが。 やっぱね33歳でウイザン高齢出産っていうのがいけなかったんですかね竹の御所はものすごい南山の末男の子を産み落とすんですが気の毒なことに死産だったんですね男の子は死んじゃってたんですねでおまけに竹の御所自身も南山で力尽きてしまって亡くなってしまうこの彼女の死をもってより家の子供は全て亡くなって ヨリトモの血脈はここに耐えてしまったのです。はあそうなんだ。あ、そヨリトモさんがいろんな人をね、殺しちゃったから、こんなことになるんですよ。<laughs> そうなんですよね。まあ、ということでね、ちょっと悲しいラストなんですけども、今日はヨリイの奥さんたちと子供たちのお話を簡単に説明してみました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ツイッターもやってます。 ではご視聴ありがとうございました。三十三で高齢出産なの。まあ当時はっていうかさ、うちらの若い時でも三十って言ったら高齢出産だったじゃない。うん、しかもウイザーですね。うん、今でこそね、まあ四十でもまあ高齢出産ではあるけど、なんとかね医療技術が発達したから大丈夫だけど、ね、そういうののない時代の三十三って言ったら相当ですよ。 あとね、ちょっと面白いのがね、さっき言った善行と英実のお母さん、その、いわゆる、まあ、あの、お父さんにあたるね、長官っていうね、お坊さん。この人って、あの、頼朝の幽筆だった人で、まあ、事務方の人間としてすごく重宝されてた人なんですけど、頼朝がね、浮気症だから、亀の前とか色々ね、浮気してるんですけど、大神の壺ねっていう女性と浮気して、定行っていう男の子が生まれるんですけど、まさ子がね、やっぱり怖いから、黙って、こっそり、まあ、赤ん坊を産み落として、こう隠してたんです でもやっぱこう子供が生まれたらいわゆる「メノト、乳母に夫」って書くねまあ後見人である「メノトをねつけないといけないねやっぱ鎌倉殿の子供である以上つけないといけないっていうんでこの翔寛っていうお坊さんに「お前ちょっと俺の男の子のメノトやってくれないか」って頼むんですよね。でも翔寛は「いやー御台所が怖いから駄目です」って断ってるんですよね。<laughs> なので、えー、この人そういう意味で吾妻鏡に登場する人でもございます。 でも考えてみたら頼朝さんは結構浮気症だったから我々がわからないところで何人か子供がいてその血筋がずっと今もあるかも。だったらいいんだけどね。<laughs> <laughs> まあただなんていうかこう将軍家という形では残らなかった